結婚式は昭和19年の4月29日、天皇誕生日の日だからおめでたいだろうと思ってその日に決めまして、仙台です。もちろん仙台です。まあ一応結婚式をやってくれる神社じゃないんですけれども、まあそういう場所がありましてね、そこへ大阪から母が、主人の母と弟と二人兄弟だもんですからね、来てくれましてね。で東京からは私の父の兄たちが3人、横浜に1人いたんですけどね、まあ本郷と本郷山東京ですね、あと世田谷のもうちょっと3人来てくれましてね、私の方は。それでもう本当に人数は少なかったんですけれども、まあ前の日っていうか 何日か前にもち米やら小豆やらいろいろ料理屋さんにうちにお手伝いに来てたおばさんが、あそこでやってくれるはずだからお子は炊いてくれるからっていうんで、まあ戦時中は珍しかったですよね、4月あたりはね。でお赤飯を、まあ、振る舞ってくれたわけです。人数は本当少なかったんですけれども、まあなんていうか内容のある結婚式で、はい、一応おばがそういうつてがあったもんですから、貸し衣装屋さんでかつらから衣装を全部用意してくれましてね、花嫁さんだからっていうことで、一人娘だからっていうことで、で写真屋さんなんかみんなその頃は商売なんかほとんどしてないですからね。でまあおじたちがカメラを持ってましたので、みんな持ってきて、いやみんなが写してくれて珍しかったんでしょうね、やっぱり正式に結婚の支度をして、で主人の場合もお前さんが和服だから僕も和服着るっていうんで羽織袴を履いてで一応結婚式は挙げたわけです。近所の子供たちがちょうどほら式早く終わったでしょ、天長節っていう、昔は天皇誕生日に朝に学校で式をやるわけですよ、主題節で、式が終わって見に来てワイ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 賑やかでした